プルアップ抵抗は、電子回路において何らかの信号線への入力が切り離されたような状態になっても、その信号線を内部で VDD などの電位が高い電圧源に、その抵抗を通して接続しておくことにより、電位が不安定な状態にさせず、十分に高い電位に保っておくための抵抗である。また同様にして、電位が低いグラウンドなどに接続して、 十分に低いデニーに保っておくための抵抗が、プルダウン抵抗である。以下、中期なき場合は、シーモスのような単電源で対照的な電子回路によるデジタル論理回路を前提とする。そのような回路への通常の入力は、ハイ、または、ローの電圧が常に印加されていなければならず、ハイとローの中間電圧の状態では、論理的な誤動作を起こしたり、より悪い場合には、 電気的な誤動作につながることもある。さらに、回路の入力端子がどこにも接続されていないような浮いている状態があると、周囲の静電気や電磁誘導による浮遊電位により高電圧が発生し、絶縁が破壊される危険性すらある。その対策として、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗が用いられる。プルアップ抵抗は、ある配線と配に相当する。 電圧レベルとの間に挿入され、その配線への入力が浮いているときはハイにする働きをする。プルアップ抵抗は十分に大きな抵抗値に設定され、その配線がローに接続されている場合は、抵抗による影響は通常無視できる。プルアップ処理を必要とする単純な例としては、外部からの入力のためのスイッチがある。通常そういったスイッチの配線は、 接続状態ではローに駆動され、切断状態ではプルアップ抵抗によりハイに駆動されるといったようにする。また、以上で述べたような入力の処理のほかに、オープンコレクタの出力などを複数つないで、その共通線を無信号時にはハイにするといったものがある。実例としては、I2C など、プルアッププルダウン抵抗の値の選定には、次のような条件がある。 一般的な場合の優先順位順に標準やデータシートで定められている場合は、まずその値が第一候補である端子が未接続の場合に不安定な動作を確実に防ぐ余裕を持つこと、通常動作に対し大きな影響がないこと電流引いては消費電力が小さいことまた CMOS のように対象な回路方式の場合は、プルアップとプルダウンの関係も対象だが、 非対称な回路方式の場合は非対称になる。プルダウン抵抗はプルアップ抵抗とは反対に入力がない場合にローレベルの電圧にしておくために使われる。CMOS ではその対称性から原理的にはプルアップとプルダウンは対称である。他の方式、特にその方式自体が対象ではない場合は対象でないことも多く、 例えば TTL の入力は何も接続されていない場合は自然に範囲になるためプルダウンでローにするには抵抗値を小さくする必要がある。そしてそうするとより多くの電力を消費する。そのため TTL ではプルアップの方が好まれる。オープンコレクタのデジタル回路出力ではプルアップ抵抗が必要である。バイポーラロンディファミリーは 5V で駆動されプルアップ抵抗には 大体1 k ω ム4 7 k ω ム程度を使う。抵抗値はその回路の電源や温度の特性を考慮して常に正しく動作するよう選択する。CMOS や MOS 論理ではその高い入力インピーダンスに合わせ2 2 0 k ω ムから 1MΩ 程度のより大きな値とすることができ消費電力が少なくて済む。出力側の例としては TTL の IC からリレーの開閉を制御する場合が挙げられる。TTL の IC のロー状態の出力をそのまま用いてもリレーを駆動することはできない。大電流を流すことのできる増幅回路を持つ電圧入力の端子へプルアップ抵抗によって安定化された制御電圧を印加することで安定した負荷制御を行う。プルアップ抵抗は IC チップ内に組み込まれていることもある。 マイクロコントローラでは入力端子ごとにプログラマブルなプルアップ抵抗を内蔵しており必要となる外部部品を極力少なくしているものが多いプルアップ抵抗の欠点として電力消費が増える点と濃度電流源に比べて速度が遅くなる点が挙げられる論理ファミリーによってはプルアップ抵抗から流れ込む過渡電流に影響されやすくプルアップ用に 別のフィルタ付き電源を必要とする場合がある。I2C では、クロック信号線とデータ信号線は、プルアップされている。I2C では、クロック信号線とデータ信号線に、プルアップ抵抗が接続されており、機器側の端子は、オープンコレクタ相当になっていて、信号線をローにすることができる。すなわち、何もないときは、いずれの信号線もハイになっている。浮いた状態。 ハイインピーダンス状態などとも呼ばれている。一般的には、どこにも接続されていない状態は 0V として扱われることも多いが、電子工学的にはそういった場合の電位は不定として扱われる。なお、実際的にも、飛行機類の着地の際に地面との電位差がある場合があるので対策が取られているように、どこにも接続されていない状態の電位は不安定である。 ここの説明において入力と内部の境界は任意である。どちらも実際には機器の内部にあることもあれば IC の場合は IC の外部にプルアップ抵抗をつけることも多い。電圧が例の電圧源といえる。ラッチアップを起こしたり貫通電流が流れてしまう等あるいは接続状態では肺に駆動され切断状態ではプルダウン抵抗により 老に駆動されるといったようにする。ありがとうございます。